男はは競争で女は共存的だからそもそもやっぱり戦うん好きじゃないよ女の子って多いの。だから私だってこんな攻撃的やけど実際そのゲームで戦う時ってやっぱ怖いもん強そうな男と男女で2人で対戦するのやっぱ怖い。できることだったら平和に過ごしたいけどでも戦うしかないみたいな。戦いいいに向いてないんだと思うよ女女の脳は女 好きやんリアルでのの戦戦いせいい精神的な戦いは女の方が多い例えば、私の男何々大学卒でどこどこの仕事務めてて、みたいな、自分の男でマウント取ったりは確かに女に多いけど、それはやっぱりその、戦いというよりは、コミュニティの中で自分の立場を上にしたいみたいな、そっちの戦いなんだよね。女はそうやね、自分の男の質とかで勝負するから、だから男とはまたちょっと別なんよな。そうそう、自分であんまりマウント取れない女はそうだね。 女の子のマウントはそう、精神攻撃が多いね。だからその、リアルで戦うとか、ゲームで戦うとかみたいなやっぱりあんまりせえへんよ。わかる頭弱い女ってなんかいい。男はやっぱりその、女に自分より能力を超えてほしくないから、能力低い女を求める。これあるあるなんです。東大出た女モテないっていう、あるじゃないですか。よりもその、お茶の水大学みたいな方がモテる。男は自分より能力低い女が好きなんですよね。いやそうよね。 え、だってその、東大と比べたらなんかお茶の水の方がモテるみたいな。東大の女は嫌やけど、お茶の水の女は好きみたいな。なんかそのマーチ卒くらいの男はそれくらいの女求めるっていう、読んだで、本で。え、ごめん、あの、大学はどれが頭いいとかあんまり分かってない、私は。<laughs> 学歴ないから <laughs>。あ <laughs> けど本で読んだんよ、それは。その男はやっぱり自分より頭読んだはいらん。けど、バカも嫌やから、そこそこの大学がいい。 大大学学だけど自分より下の大学がいい東大の女でも研究だと思ってるけどみんなプライド高いからそもそも東大卒ですって言うてる時点でもうプライド高いみたいになってまうやんそういうつもりなくても旦那や子供でマウント取る女と相性いいのは自分より下の女が好きなとかそうだねだから俺でマウント取ってええでっていう感じだね逆に言ったら女は自分より踊ってるやつとは関わり持ちたくない女で自分より踊ってるやつと関わり持ちたい女っていうのはブサイクな男と付き合ってカスな男と付き合って自分の良さをこう浮き彫りにさせるみたいなちょっと変わっとる感じかなたまによるけどな で、なんか、え、なんであんな男と付き合ってんのって言われるとか、何々ちゃんにはもったいないよみたいなを楽しむタイプもいなくはないけど、けど変わっとる、それは。基本的にはやっぱり女は自分よりいい男を捕まえて周りの女にマウント取りたいから。ダメン続きはおるんやけど、でもダメン続きってさ、そのダメン続きはやっぱ顔がいいとかさ、そういうとこはあったりするやん。普通に東大卒の優秀な女と付き合いたいぞ。うーん、まあ。な、でもそれはやっぱちょっと変わっとるんじゃないかなと。普通の男は女に学歴求めへんけんな。 ダメンズはチンコが高性能で顔がいい大前提そうやねダメンズって言われた男は夜が強くて顔がいいがほとんどやから弱弾って一口に言える感じでもないよね